これは銀座のとこを引かなきゃダメだ。一番の功労者だ。今日締めたのかな。ビデオ回ってるからなんか一発かましてよ。顔映ってないから大丈夫だよ。一発？うん、なんかいいよ。ああ、なんだろうね。あ、じゃあもう一回初期に戻って。韓国だったら。お、いいねいいね。やっぱり難しいんだねそれね、その曲は。いやでも飲むぜ。うん。なんだろうね。皿に開けてペロ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 なるわけ。流し勝手。さらにビール。はい。はい、餌だよ。つまみもだから食べちゃう。あの犬用のこういう。絶対ふざけたって言うと飲むだろうな。さっきのデートリップはよかった。あ、じゃあ、うん、デートリップよかったな。そうそうそう、いい、いい、ナイス、ナイス、ナイス。ふざけらんないんだけど、オリンピックは祭りなんだよ。ぐるぐらいにして日本により近い、サムラして傘、いいね、その時そうだ。あのフォークはいけるの、フォークは日本フォーク、傘みたいな、うん、フォークフォークっていうか、ニューミュージック系とかぐるぐらい H2O とかいける。あー、全然知らない。あー、わかんないか。飛行機でやっていけるの、持っていける。だから、日本との傘で、なんか持ち込みじゃなくて、傘なら大丈夫。あ、そうだ、アンパンマンが弾ければ面白いかもしれない。アンパンマン、アンパンマン、うん、それだよ、これ GLZ 的にアンパンマンだよ、やっぱり。そう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 。おお、そうそう、さすが、さすが、聞いただけで弾けちゃうっていう。誰かと言い違いだね。誰かが言うことでもさ。さあ、さあ、ちょっとレオン君の写真撮ったら、皆さん、あのギタークイズ始めますかね。そう、まとめたの、うん、ちょっとこのアンパンマンマスターした方がいいかもしれないね、ウケるよ。じゃあレオン君と、みんなで撮りましょうか。りんちゃん、ごめんね、りんちゃん。優しい君はでね、いけ、みんなの夢守るため。これも完全に次の課題だね。うん、ナイス、ありがとう。